わかるかわかんないかぐらいがちょうどいいじゃないですか。そうなんです、うん、スタイリッシュなスタイリッシュですね。まあもう本当そうですね、うん、着崩したような感じの、着方を。はい、どうもバセの DJ です。バセのムーバです、はい、いや来ましたね今回。はい、来ております。めちゃめちゃ来ておりますよ、うん、これは、はい、マインデリムの秋冬コレクションを立て続けにですねご紹介していきたいと思います。でしかもやっぱマインデリムといえばですね、やはりチェックシャツじゃないですか皆さん、うん、はい、今回はですねこのかなりしっとりしっとした感じのオンブレデザインですね、うん、ブルーでございますよ。いいですよね、はい、ブルー雰囲気いいっすよね。めちゃくちゃいい大人で洒落てるっすよ。そうなんですよ、うん、こちらのねやっぱ我々のバーセイの代名詞でもあるこのチェックシャツをですね、はい、今回はですね、うん、まあこちらあのサイズ違いでご用意してるんですけども、うん、はい、こちらの方をまあちょっと素材とスタイリングと含めてご紹介していきたいと思います。はい、しかも今回ですねいいじゃないですか。まあ僕見え方にちょっとこうハイブランド感あるような高級感あるようなエレガントですよね。そうですね、生地感で、うん、まあリュウセさん絶対似合うじゃないですか。間違いないです、まあ、まあ僕はちょっとこうなんでしょうね、ワークっぽいじゃないですけど、まあ形はワークシャツなんで、ね、そういうザ・アメカジっぽい感じでも、着用していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、スタイリングもしっかりご紹介しますので最後までご覧ください。はい、このバーセチャンネルですね、今回主力題名でございます。セレクトショップバーセのチャンネルとなっております、はい、毎日19時に更新してるんですけども、メインは商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、うん、そして取り扱いブランドはですね、バカンシルバースミスやトワレグジュエリーといったシルバージュエリーのブランドも取り揃えております。そしてフレグランスブランドのサノマもやってますね。お香やですねシャンプートリートメント、そして、ハンドクリームなどね、あのプロダクトがかなり広いので、よかったらですねあの過去の動画見てみてください。そして最後にですね、スーパーセブンティスリアアルコンといった e バイクのですねレビュー動画、レビュー動画、カスタム動画、走行動画などを毎日19時に更新してるんですけども、最近 e バイクもオーダー多いですね。いや本当にやっぱ暖かい時期というか、はい、この時期ってやっぱ乗りたなりますからね。そうなんですよね、うん、そういうね過去の動画もたくさん見てみてください。はい、はい、じゃあちょっと早速ですね、今回は洋服のお話なのでですね、はい、こちらの方を一挙ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います、はい、こちらワインデニムの2023年 AW コレクションからファーストデリバリーで入ってきた、はい、そうですね、はい、こちら、うん、名前なんて言うんですかね。こちらがですね、お名前の方がラメオンブレチェック、ルーズワークシャツですね。はい、はい、形はワークシャツの形をちょっとこう、まあルーズ緩めに作っております。はい、なので、通常のマインデリのシャツよりも気持ちいい緩めだと思っていただいて大丈夫でございます、うん、はい、もう間違いないですね、うん、これ僕展示会行ってきたんですよ、これかなり良かったんですよね、うん、なんかその歴代市場、まあ、歴代市場の中でもかなりトップクラスに入る、僕はですね、うん、僕はこの素材感といいね、うん、デザイン性というかなりねやっぱラグジュアリーな見え方もそうなんですけど、ね、はい、すごくおすすめの一品でございます、うん、いやかっこいいです、まあ、まさにそのラグジュアリーな要素として、うん、こういうちょっとだけ使ってるこのラメだったりとかですね。そうなんですよ、うん、これ多分ね画面では見えてないんで、うん、多分寄った方がいいですよね。そうですよね、はい、でこのやっぱ分かるか分かんないかぐらいがちょうどいいじゃないですか。そうなんです、うん、でそういうちょうどいいラメ感と、そしてですね生地はこちらレイヨンでございます。あ、ベースがですね、はい、レイヨンはいいですね。レイヨンを使っておりまして、レイヨンキプラ、そして、ラメの部分は、ポリエステルの、河川で表現しているような感じでございますね。素晴らしいです、うん、結構あのレイヨンなんで、はい、テロテロです。そうですね、テロっとしつつキプラのなんでしょうねツヤ感というか張り感も含ませたようなかなりいい素材感ですよ。そうなんですね、うん、後ろがこんな感じとなっております、はい、かっこいいっすよね。いやこれ結構ですね、マジかっこいい。前回ご紹介したこの僕が着てるこのカーライン・ジェコブスのこの T シャツあるじゃないですか、はい、これとセットで入ってきたんですけど、セット売りが多かったですね。あ、確かにもうこれのセットでもう夏 T シャツ着て、まあ涼しいなったらシャツ着ようかなと、ちょうどいいですもんね。そうなんですよ、うん、そう、そのぐらい、まあ、組み合わせで提案してくださいねと言わんばかりのデリバリーでしたからね、うん、今回は。確かに、はい、もう早く着たいっすね。そうですね一応じゃあサイズとプライスをちょっとお伝えしましょうか。そうですね、はい、はい、こちらですね、サイズがですねうちは1と2っていうサイズ、はい、SM サイズですね、はい、の入荷となっておりまして、うん、金額はですねこちら37,400円と、うん、はい、はい、なっております。レイヨンキプラ使ってますからね。そうですよ、はい、そんな高級なねちょっと見た目のね、うん、このラグジュアリーな雰囲気で37,400円、僕はお買い得だと思います、うん、おすすめです。はい、ぜひお買いたい中方はですねこちら、はい、オンラインストアの概要欄からご購入できるようになっておりますので、ぜひよかったらこちらの方からご購入してみてください。はい、はい、じゃあそれでは早速ですね、うん、ちょっとこれサイズですね1と2あるんで、うんうん、梅が1着て僕が2着るっていう、はい、ちょっと分かりやすい感じのスタイリングでやっていきたいと思います。はい、はい、それではですね、はい、僕この感じのそのままのスタイリングに着用してみたんですけど、はいはい、もうザ・アメカジスタイル。いや本当ですね、ブラックデニムにブーツに、はい、
チェックシャツ、はい、いいですね。そうなんですよ。僕今回はですね、まあこれマインデニムのチェックシャツに、うん、中マインデニムのあのフォトグラフィックティーでございます、うん、そしてパンツはこれベッドフォード履いてますね、はいはい、レアデニム履いてますね。これパンツ投げちゃったんですね。そうなんですよ。かっこよかった、ね、めちゃくちゃかっこよかったんですけども、はい、スタイリッシュなスタイリングですね。まあもう本当そうですね、うん、なんかこう皆さんがこうアメカジのスタイルをやりたいって言ったらね、うちで提案するこういうね、もう分かりやすいスタイリングでちょっとご提案させていただいております。じゃあなんかイメージするマインデニムに近いような感じですか。そうですね、細身のパンツにチェックシャツで、うん、ブーツを履くみたいな、ね、そうですよね。そういう感じですよね、うん、はい、そのスタイルです。そして、はい、僕はですね、まあ同じくパンツもマインデニムなんですけど、あえて何でしょうね、こう、まあ、ワークショップヒッピーっぽいような、そうですね、少しこう着崩したような感じの、着方を今回させてもらいました。うわ、でもそのオールドパークのパンツとの相性がいいですよね、はい、いや、いいっすよね、めちゃくちゃいいです、うん、雰囲気がかなりかっこいいですよ。それこそここを、まあ半年ぐらいこのバギーパンツとか最近の流れですよ ね、 結構注目度高いじゃないですか、ここ半年1年ぐらいですね。もうまさに Y2K です、うん、いやまさにですよね、 Y2K、 ああですね、はい、これ出たんじゃないですか、うん、ドンって出てるはずです。2000年初期のファッションですね。そうですね、はい、はい、まあ、そういうスタイルというか、やはりこう、まあ、A ラインが綺麗に出るような形ですね、うん、でルーズといえど落ち感があるんで結構こうすっきり見えるんですよ。いや、そうですね、うん、なんかワイドパンツを履いてる割には、はい、意外とこうストーンとしたね、うん、こう縦のラインが綺麗なねシルエットとなっております、うん、素晴らしいですね。いや、これ我ながら結構いい合わせができましたね、うん、まあ、色の使い方という、はい、結構両極端なんですけど ね、 そうですね、その使い方は様々でございます。こういうブルーチェックをスタイリッシュに合わせたい、うん、もうもちろん気分でいいんじゃないですか。いや、本当そうですね、うん、もうあのこうやってインディゴでも合うしブラックでも合うし、もう合わないものはないですからね。そうなんですよ、はい、かなり使い勝手はとにかくいいと思います、うん、逆にですね、なんかその、はい、結構ベース、あ、まあ、バースデーで提案してる、特にですね、うん、あのブラックベースだったりとかインディゴベース、そして逆にまあちょっとベージュっぽい感じだったりとか、はい、色物のね相性もかなりブルーが使いやすくていいと思います、うん、すごいスタイリングの幅が広いシャツですよね。そうですね、はい、そしてですよ、幅だけじゃなくて着心地もですよ、めちゃめちゃいいです。かなりいいんですよね、うん、そう、非常に気持ちいい。このね、ラメをね、みんなに伝えたいんですけどね、はい、あ、寄ったら映るんじゃないですか。寄ったら映りますよ、これ多分こう分かるんじゃないですか。そしてこのテロテロ感っていうのが伝わると思います。そうなんです、まあいいですよね、ラメがついてるんですけど、うん、見えてるか、なんかいやらしくない程度にこう、あれじゃないですか、あんまりこうラメ感強すぎるとなんかこう、きらびやかすぎたりする時もあるじゃないですか。ちょっといやらしい感じになっちゃうんですけど、うん、まあ、さりげない感じですね。本当ですね、ギンギラギンに言うと思ったっす。ギンギラギンにね、さりげなく、まあ、マッチでーすじゃないですか。まあ、ギンギラギンにさりげなくて、まあ、矛盾してますけどね。ね、でもなんかそれがやっぱ、まあ、また良かったりするわけじゃないですか、はい、そうですね、うん、で、一応ですね、僕が、着てるサイズで、サイズが1でございます。そうですね、はい、海が身長170センチです、はい、で、僕が身長175センチで、これがサイズ2を着ております。そうですね、はい、それは若干長いんで、僕こうやってめくって着るの好きなんですよね。うん、うん、あ、いいですよね、うん、なんかこう、夏とかでも正直、まあ、この素材感ってぶっちゃけ今から着れるじゃないですか。はい、うん、確かに。で、こう、それで、まあ、ザクザクっと、あの、シワにもなりにくい感じなので、そうですね、気にせずに、まあ高いとか、まあ、安くはないじゃないですか、うん、まあ、いいシャツだけど気にしないっすよぐらいの感じでラフに、まあ、着ていただいてもいいのかなと。間違いないと思います、うん、おっしゃる通りです。はい、かっこいい、もうかっこよくて着心地が良くて価格もいい、もう言うことないっすね。ファーストデリバリーでこのクオリティのチェックシャツが着ちゃったらですよ、あとのハードル上がっちゃいますからね。本当っすね、でもそれもね、その超えてくるようなアイテムいっぱいあるんですね。そうですね、はい、楽しみにしてます、ね、チェックシャツ正直もう今買っちゃっていいですよ。間違いないです。これ多分今な買わないと多分ないんですよね、うん、いや、むしろ今買ってください、皆さん、はい、うん、オンラインストア貼ってきましょう。はい、貼ってきましょう、はい、こちらの方から、ご購入できますので、ぜひ皆さん概要欄の方からですね、リンクの方ありますんでクリックして、こちらからご購入してみてください。はい、ありがとうございます、はい、うん、はい、最後まで見てくださった皆様、過去の動画もですね、はい、たくさんありますので、よかったらたくさん見てチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。